田さんが祈りを捧げております。なんでマイケルさん負けてるんだ。マイケルは牛久にやられたのかな。さあマイケルチュンリーバーサスサムケン。序盤はもうチュンリーが1本作れている。この状況剣がちょっと無理しなきゃいけないシチュエーションか。下風呂中大波動陣内早めに勝負かけに行って画面端 PA から下段からのコアコパ昇竜ダブル4ヒットでまずはサムケン。さあ第2ラウンドは砲翼からスタート。オッケー。さあここはチュンリータ前捨てに対して移動投げ。今の合わせはきついな。下がって中足砲翼は出さず、これは情報共有利をそのまま作っていく。カラジャン昇竜も空を切る。さあ1一お互いゲージを持ってるがチュンリーが 1.5 ぐらい溜まってるっていうのはきついね。これはリップ、チュアシュアガード、前へ捨てバックジャンプ。ちょっとトリッキーな動きにしてきたがガード刺さる。 EX サード、うわーブローしっかり入ってますね。気候が折れたか。ダメ足、ここはしゃがみ中盤陣内。さあ追いこせるのか。ここは PA 表裏には行かず、あー漏れてしまう。ビンタ砲翼、次どうすんの。裏から膝砲翼はスタンチでしたね。結果倒しきれてます。闇勝ったのはマイケル。